こんなとこでしてます。寒い。寒い。寒すぎる。雨？私がマイ公園食べてるローソンのぶどうです。マイのロッカーはこれです。もうびっくりすること言っていいですか。私のロッカーは見て、オリックスの福田選手のステッカーというかマグネットが貼ってあります。これはシンシンさんの生誕祭の時にメンバー全員用の装飾をくださって、これまさかのオリックスっていうね。そう、オリックス、友達と一緒に、友達がオリックス好きやって、オリックスとソフトバンクの試合京セラ行った時に、私のランダムやりたい癖が出ちゃって、でやったら福田選手が出たので、それを謎に貼ってます。そうなんです。モスカイエーさんの方では私の名前が書いてあったんですけど、16ぐらいから20ぐらいまで沖縄キャンプ行かせていただきます。そう、なんかもうなんかスカイエーの番組表みたいなところには名前が出てました。楽しみ。今回はだから4泊か5泊ぐらい、結構長いかも。嬉しいね。ありがたいですね。勉強していかないと。こんにちは。なのでご飯何にしようか。晩ご飯はじゃあ、あれ、ミルフィーユ鍋、白菜と豚肉だ入れて、なんか鶏白湯とかの出汁にするミルフィーユ鍋で。鍋が好き。でもなんか鍋屋さんってなんか、もつ鍋のもつあんま好きじゃなくて、だからってなった時にしゃぶしゃぶ屋さんっていっぱいあるけどさ、鍋屋さんってないよね。だから赤からとかは行くけど、今日なんかメンバーチーム10人ぐらいで、なんか今日お弁当が20個以上あったんですね。2種類のお弁当が20個以上あって、なのと思ったら近重マネージャーが明日の分日にち間違えてなんか2日分の弁当が届きました。そうだから実質10個余りますお弁当だから、マネージャーさんとかスタッフさんとかがに渡します。お、よく気づいたね。おニューのアウターです。中はオレンジ。これはそう、この間モバメに書いたライブに行った時のグッズのロンティーです。反応打撃って書いてる。ね、沖縄グルメ食べたいね。え、ほんまや、晩ご飯私たちの余ったお弁当
みんなで食べますけどね。そう、バンドさんのライブに行ったんです。楽しかった。確かにネイビーやね今日は。テストと課題に追われてます。うわ、学生や、頑張って。平山さんかわいい。平山さん呼び懐かしいな。あるままって、コース料理の良さがあんま分からへんねん。自分で食べたいもの食べたい派。もう今日私がいつも自分でプライベートでしてるような髪型ですけど、マインの最近一番の髪型です。このちょっと羽、外羽のここ、これ髪切ってからもうこの髪しかしてないです。かりんさんが撮影をしてらっしゃる。かわいい。あ、ぶどうです。テーブルマナー分からへん。いや、そう、なんかね、片耳がけは髪長い時はやっててんけど、切ってからは巻き方と耳かけの相性がちょっとあんま良くなくて、この長さで巻いて耳かけがあんまり良くなくて、片耳かけしてない最近。ロングの時はめっちゃやっててんけど、あ、ちゃちゃちゃ、まあそれもあるんですけど、前髪を分けずにこのパッツンの方にしてるからかな、片耳がけしてないのは。私の勝負髪型は片耳がけ巻き下ろしだったんですけど、いつの日からか変わりました。最近なんやろな、マイティとテンちゃんの共演見たすぎて。テンちゃん？テンナ？どんどん髪いや、でも今ももう切りたい。もっと短くしたいんです、正直。もっと、でもなんかやっぱそう、切りすぎたあれやから、ボブまでは嫌や、鎖骨ぐらいまで切りたいんですけど、地道に短くしていって皆さんにバレへんように。ああ、ショートカットとボブちゃんはしないな。ちゃんショールーム始めた。ん？さっき覗きに来たのに。あ、配信中です、ごめんなさい。うん、親知らず抜いた時のこんなんなった。こんなんでしたよね、私の親知らず抜き日記を見てた人の。そんなないか。覚えてますか？
親知らずを1本ずつ抜あ211で4本抜いたんですけど、そんな過去もありました。でも親知らずは本当抜いてよかったです。あのもういいですよ、もうここでいいですよ。いや親知らずってみんなあるもんなんかな。私は矯正するからそれで抜いたんですけど、基本みんなあるんじゃない、埋まってるんじゃないかな。基本みんな埋まってる、ちょっと分からない、人によるかも。あない人もおるって言うけどね。もうレントゲン撮ったら、私もないと思ってレントゲン撮ったらありました。もう近重さんはもう別枠よ。その男性が喋ったらあかんっていう、男性じゃない人によるのね。十人十色ですって。あ、落ちた。やってもた。最後の小ぶどうが落ちてしまった。20代後半で抜きました。このリップは公演の時はあんま使ってないけど、これです。ブレンドベリーのリップバルーン冬打ちオレンジ。冬打ち妖精妖精。確かアキラ先生も思う。アキラ先生は配信中はちゃんと話なんていうの、鼻声出さへんようにって心がけてくださってるけど、もちかしげさんはそんなん関係ないです寒い、かわいいの。バレンタインですね、そろそろ。これもめっちゃバレンタイン仕様になってる。あ、親知らずね、私横向きに生えてました。オレンジ。でもこの色のアウターを着るのはちょっと難易度高いけど、こういう色やから。あ、声出してるんや。お疲れ様です。ね、皆さんもあったかく体調崩さないように。こんにちは。今日もレッドブル飲んでます。阪神のキャンプは15か16ぐらいから、スカイエーさんのあれですね。まだ告知なんなんかちょっとよく分かってないツイッターとかではまだ言われてないねんけど、私もファンの人に教えてもらって、そのスカイエーさんの公式サイトのあの出演者の欄に書いてて、あ、もう出てるんやと思って行かせていただきます。もうさすがに5日ぐらいおったらもう沖縄に染まってしまう レッドブルです。そう、でもファンの方に教えてもらって知る情報もあるしあります。じゃあそろそろ着替えて確認して行ってこようかしら。あ、今日ね、公演終わり TikTok ライブに出演させていただきます。公演終わって割とすぐかな、
10期生オーディションの配信、オーディションウェルカム配信なんやろあれあれアミちゃんとやらせていただくので、そちらもご覧ください。ではランキング読みます。13位ゆりりん、ありがとうございます。あ、すいません、もうどきますね、ごめんなさいごめんなさい。13位ゆりりん、ありがとうございます。12位あやのちゃん、ありがとうございます。11位るいくん、ありがとうございます。10位かたやんさん、ありがとうございます。9位泉くん、ありがとうございます。8位かわんちゅう、ありがとうございます。7位くるみちゃん、ありがとうございます。6位ひなちゃん、自己肯定感の塊、ありがとうございます。5位大輝くん、ありがとうございます。4位みそたこ、ありがとうございます。3位すぎとうさん、ありがとうございます。そして2位がりょうじさん、ありがとうございます。そして1位がうなぽよ、まいの犬、まいの犬になった、ありがとうございます。本日の N シップもぜひご覧ください。それではありがとう。